サジーは、グミカヒッポファエ族の落葉低木の総称。サジーは、日本では自生しておらず、北海道などで、試験的に栽培されているだけである。英国圏では、シーワックソーミや、シーベリーなどと呼ばれている。5000年以上前から、類いまれな栄養を持つ果物として親しまれ、特に海外では化粧品や健康食品の原料にも、なり、市場は、 拡大傾向にある。日本国内でも人気があり、日本スーパーフード協会が発表する2020年スーパーフードトレンド予測で4位になるなど、急速に需要が高まっている。ユーラシア原産のサジーは、標高1200から2000メートルの高山や砂漠、寒暖の差が激しい地域にも自生できる植物。 年間降雨量が250ミリメートル以下の半砂漠でも砂状の土壌にしっかりと根を張り育つことができるため砂漠の緑化土壌侵食防止汚染還元などに貢献しているサジー族には6種類12アッシュの品種があり品種によって直径5ミリメートルの大きさの実をつけるものや1センチメートルくらいの実をつける品種など様々であるが どの品種も9月から10月に果実が実る。11月から2月の冬の間もずっとその実を落とす。ことなく、鳥が食べるのを待ち続ける。鳥に食べられた後、その種子は、鳥の体内で急速に成長し、糞として排出されたその土地でまた新たに芽吹き、その土地を豊かにする。厳しい環境の中で自生し繁栄していくため、サジーが身につけたすべである。 ヒッポフラムノワズの果実、サジーは、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ポリフェノール、鉄分などを中心に、約300種類近くもの栄養素を含んでいる。これらの栄養素は、厳しい環境に順応するために、サジー自ら生成したものと考えられる。特に標高が高く、かつ乾燥や、寒暖の差が激しい砂漠に自生している、シネンシス系サジーは、 他の品種よりも栄養価が高いとされている。ビタミン C、抗酸化成分、アミノ酸、鉄分などを豊富に含み、その高い栄養価から、健康食品や健康飲料としての需要が高い。また、果実としては珍しく、油脂を含んでおり、オメガ7系パルミトレイン酸やカロテノイドが豊富なため、アンチエイジングや、メタボリックシンドローム、化粧品の色素や、 古い成分として幅広く利用されている。種子はごまをやや太らせたような形状をしており、黒か主食で小さく硬い。このサージーの種子から抽出されるオイルには、オメガ3系のアルファリノレン酸や植物ステロールが豊富に含まれ、希少価値の高い原料として高値で取引されている。また、不法は脂肪酸であるオメガ3系ァリノレン酸は、 有点が低いために熱に弱く、酸化しやすいことから、超臨界抽出方法などが求められ、その希少性を際立たせている。サジーの可否には、フラボーノイド、カロテノイド、植物ステロール及びアミノ酸などの活性物質の、他、食物繊維が多量に含まれている。これまで捨てられていた部分ではあるが、近年その栄養価の高さに注目した企業が、商品化している。 日本などでは主に健康食品として利用されている。一方で海外では、そうした商業的利用はもちろん、砂漠化対策や貧困対策など産業価値が非常に高い果物として知られている。日本では果実そのものを食用としてきた歴史はないが、インドや中国などで古くから、類いまれな栄養価を持つ果物として、人々に食されてきた。特にその両国では、 薬として使用されていたことがある。甘みもあるが酸味と渋みが強いため、近年では冷凍して渋みを弱めたり、他の果物とミックスジュースにしたり、パイ、ジャムや果実種の材料にすることが多い。また、朝青流がサジーを小さい頃から食べていた逸話もある。サジーの栄養価の高さに注目した国内外の企業がサジーを原料にした健康食品を開発している。 果実を使ったものがあるじではあるが、可否を原料にしている商品もある。日本国内でもサジーを使ったジュースなどが販売されている。また、原料となるサジーは比較的数が少なく入手が困難なため、市場は拡大しているものの新規参入が難しい分野でも知られる。サジーオイルは美容成分が豊富なため、しばしば化粧品として利用される。海外ではもともと、 ハリウッド女優が使用するなど人気があった。近年、サジーの知名度が上がるとともに、日本国内でも多くの企業が化粧品産業に参入している。厳しい環境でも育つことができるサジーは、砂漠緑化にしばしば用いられている。サジーの名産地で知られる内モンゴル地区では、日本の企業が主導してサジーの植林を行っている。また、インド政府は国家プロジェクトとして、 サジーをヒマラヤ地区におよそ100万ヘクタール植林している。これは東京ドーム21万個分に相当する。砂漠地帯にサジーが植林されていることは前日の通りである。このような地域には産業が定着せず経済が不安定である。産業価値がとても高いサジーは不安定な経済を安定させ砂漠地域に雇用を生み出している。 サジーの需要が高くなるほど雇用も拡大していき、地域の経済地盤はより確固たるものになっていくと予想される。インド政府は全校の国家プロジェクトの中で積極的にサジーの研究を行っている。そして様々な効果を正式に証明したことで、インドでのサジーの産業価値は2001年から2017年にかけて6倍以上に跳ね上がっている。 中央ヨーロッパとアジアでは、侵食を防ぎ、川岸を安定化するために使用されている。サジーは、空気と土壌中の塩分に耐性があり、乾燥した砂地で成長するため、防砂林として、海岸線に植えられるケースも多い。カナダでは、政府主導のもと、農家へ、防風林としてサジーを無償提供している。サジーは、古くから人々に食されてきた事実があり、 その安全性は極めて高い。また、世界各国の大学や研究機関の研究でも重大な副作用が確認された例はない。国内に流通している健康食品も同様で重大な健康被害の実例はない。だが、サジーは酸が強く胃に負担がかかりやすいため、商品によっては食後に摂取することが推奨されている。 サジーの効果を立証しようと世界各国の大学や研究機関が研究を行っている。それらの研究の多くはアメリカ国立衛生研究所のアメリカ国立医学図書館が持つデータベースに登録されネット上からも閲覧することが可能である。研究によるとアトピーや花粉症、皮膚炎、貧血などといったものや 免疫力を高めるなどといった効果が期待されている。EU 諸国や中国、ロシアなどが中心となった組織、エアン・シーバックは、持続可能な作物と消費者製品の開発を促進するため、欧州委員会から資金提供を受けている。モンゴルには、サジーの工作者と生産者の活発な全国協会も存在する。サジーに関する国際研修研究センターは、 1988年に、サジーに関する中国研修センター、高外水委員会のシーバックソーン事務所、及び先生サジー開発事務所が共同で設立したもので、ある。アイクアーズは、1995年から、研究ジャーナルヒップフを発行している。日本には、日本サジー協会が設立しており、日本国内で流通している、サジー商品の中でも、 特に優れたものに認定マークを授与している。サジーの歴史はとても古く、ギリシャ神話や古典医学書にも登場する。アーユルベーダとは5000年近い歴史を持つインドの伝統医学である。その伝統医学がサジーを薬草療法として認めていた。インドでは医師協会のジャーナルに登場するほど、今なおサジーは重宝され続ける果物である。 紀元前15世紀頃のギリシャ神話にて、サジーが関連する逸話が残されている。サジーの学術名、ヒッポフは、輝く馬という意味である。これは、レースのために食事制限をしている馬にサジーを与えたところ、馬が輝く毛並みを手に入れたことに由来する。さらに、ペガサスの好物であったことも、伝説として語り継がれている。チベット医学は、4000年の歴史を持つ、 伝統医学である。約1200年前の 4V10 というチベット医学書を元に作られた 4V10 単歌全集にサジーは薬草として記されている。紀元前1世紀頃、中国時大美人の一人である王将君は美を保つためにサジーを用いていたという逸話が残っている。王将君は悲劇の美女として知られているが、 どんな状況でもその美貌は変わらなかったのだという。モンゴルの征服者チンギスハンは13世紀最大の帝国を築いたことで知られている。様々な遠征や戦闘を繰り返す中でチンギスハンの部隊の馬は傷つき、退いていった。その後、しばらくして再会した馬たちは美しい毛並みとたくましい体に戻っていた。それは馬たちがサジーを食べていたためだったと、 伝えられている。以来、チンギスハンは、サジーを、重宝し、必ず持ち歩くようになったという。1960年代、ソビート連邦がサジーを宇宙食として、使い始めたという記録が残っている。宇宙開発で優位に立ちたいソ連は、サジーを国家機密扱いにするほどだった。宇宙飛行士に対する、様々な効果を期待したと考えられるが、実際の研究で、 サジーがストレス軽減や放射線保護の役割があることが判明している。1986年世界最悪の原子力事故とも評されたチェルノブイリ原子力発電所事故が起こった。多数の被害者が出たがサジーは治療の初期段階から医療現場で火傷の治療薬として使用されていたことが記録されている。1988年のソウルゴリニア2008年の 北京五輪において、サジーは中国代表団の公式飲料として選手をサポートしていた。サジーは自然由来であるため、ドーピング規定に影響されず、安心して栄養を補うことができるの貴重な果実である。ありがとうございます。